ブルネー帝国、またはブルネー・スルターン国は、かつて、ボルネオ島北部のブルネー一帯を支配した、マレー人による、スルターン国家であった。隣国のマラッカ王国がポルトガルに陥落したことも、あり、15世紀頃イスラームに改修した。最盛期には、ボルネオ島沿岸部やフィリピンの一部までもを支配下に置いたが、17世紀以降次第に衰退していった。 1888年、イギリスの保護国となり滅亡した。ブルネイ帝国に関する歴史は、当時の資料でもほぼ言及されていないために、史実の裏付けが乏しく、帝国史を理解することは、非常に難しいのが現状である。現地や土着の資料にも帝国に関する証拠を示すものは、存在しない。したがって、ブルネイ初期の歴史については、 同時期の中国王朝が残した資料に長年依存してきた。中国の歴史書には、ボツドロという言葉が出てくるが、これがボルネオ島全体を指すと考えられている。また、バーリオブルネイと考える研究者も存在するが、こちらについてはバリ島を指すとの指摘もあり定かではない。ブルネイ帝国は本質的に独裁体制であった。帝国は皇帝直轄領。 公領、世襲資料の三種の伝統的な土地制度によって成り立っていた。ボツドロと中国との初期の外交については、10世紀後半に北宋で編纂された太平間向きに記録されている。1225年、南宋の官僚である長女葛により、ボツドロが自国の貿易を守るために100石の軍艦を保有し、多くの富を築いていることが報告された。 14世紀には、ブルネーは、ジャワの勢力の支配下となった。1365年に、ムププラパンカによって編纂された、ナーガラクルターガマでは、バルネが、マジャパヒト王国の属国とされる記述が見られ、年間40金の小脳を徴候していたことが、分かっている。1369年、スール王国が、バーディを襲撃し、財宝や金を略奪した。 マジャパヒト王国の艦隊は、スール王国の軍勢を追い払ったが、この襲撃によりバーリは弱体化した。中国の歴史書における1371年の記述によれば、バーリは衰退の一途をたどり、マジャパヒト王国の完全な支配下に置かれていた。1818 18年に、シンで制作された、オ清一島天下全図。ブルネーをはじめとして、海南、台湾、 ジャワ、ジョホール、大南、カンボジアの諸地域が、新朝の支配下にある。ブルネイ帝国の領土の変遷。1389年に、マジャパヒト王国の国王ハヤムールクが崩御すると、王国は、衰退期に入り、海外の財産を管理することができなくなった。これはブルネイにとって、勢力拡大の絶好の機会であった。1403年。 民で英楽カドが即位したが、彼は直ちに各地に使者を派遣して宮廷に敬意を表するよう要請した。これを受け、ブルネイは直ちに長考体制を取った。15世紀までにブルネイの王はイスラームへ改修し、帝国もイスラーム国家へと変貌した。これには、海上交易によりブルネイにやってきたインド人のムスリムやアラブ商人の影響が反映されている。交易は、 ボルネオ北部を中心に行われたため、後にボルネオ北部は東西の交易における要衝となっていった。なお、海洋力に頼っていた帝国の支配は沿岸や港湾、河口などの地域にしか及んでおらず、最後まで島の中心部に至ることはなかった。現地の歴史家はブルネイ帝国を西海圏帝国とみなしている。 ブルネーの王は、オランナウトやバジャウ族などの水上生活者と友好関係にあったとみられ、帝国の艦隊も彼らが構成していた。しかし、前述の通り帝国の支配域は、島内部まで及ばなかったため、ボルネオの内陸民族であるダヤク族を支配下に置くことはできなかった。隣国のマラッカ王国を崩壊させた、ポルトガルの商人は、1530年頃から、ブルネー帝国と、 定期的に交易を行うようになった。商人によると、当時のブルネーの首都は石垣に覆われていたという。第5代スルターンのボル、キアチセイカで、ボルネオ北西部の沿岸地域や、セルドン、ミンダナオ島の一部を含むスールー諸島を支配した。16世紀にはさらに帝国の支配域は拡大し、カリマンタン西部のカプアスカワデルタ地帯に到達している。 カリマンタン西部のサンバス・スルターン国やフィリピン南部のスールー王国は特にブルネー提出との王朝関係を発展させていた。その他、ポンティアナック・スルターン国やクタイ王国、バンジャール・スルターン国などもブルネーのスルターンを彼らの代表者として捉えていた。とはいえ、ボルネオ島やスールー諸島に点在していた。 マレー人のスルターン国とブルネイ帝国との関係は現在でも研究の対象である。他国の政治体制がその他のスルターン国に影響を与えている例は他にも見られ、バンジャールスルターン国はブルネイ帝国以外にもジャワ島のドゥマク王国から影響を受けていた。17世紀末までにブルネイ帝国は継承をめぐる内戦やヨーロッパの植民地拡大。 海賊行為などに巻き込まれ、次第に衰退していった。フィリピンにはスペインが侵入し、ボルネオ南部にはオランダが、ラブアン、サラワク、ボルネオ北部にはイギリスが忍び寄り、西洋列強によって、帝国の領地は次々と失われていった。1888年、スルタンのハーシム・ジャリルル、アラム・アクアマティーンは、イギリスにこれ以上の侵攻を止めるよう訴えた。 同年、イギリスは保護条約に調印し、ブルネーはイギリスの保護国となった。これにより、約500年間にわたり、ブルネーを支配した帝国は崩壊し、以降1984年の独立までイギリスの支配下に置かれることになる。ありがとうございます。